ラグビーのリポビタンデーチャレンジカップで来日したマオリオールブラックスが新幹線に驚いている移動中の一幕を公開なぜ弾丸列車と呼ばれているのか分かったと感激していたまずは改札に切符を入れ荷物を引く屈強な男たちホームを歩き新幹線に乗り込んだ窓の外には綺麗な山々選手たちは思い思いの時間を過ごしたようで 到着後はセンスで顔を仰ぐメンバーもいた。東京から試合会場の名古屋に移動したようだ。動画を公開したオールブラックス公式 X は、なぜ弾丸列車、ブレッドトレーンイコール新幹線と呼ばれているのか分かったと新幹線の語源に納得の様子。動画内のキャプションでは、速い、時速300キロ、時速186マイル、だ、たった90分しかかからなかった。 発射までわずか2分しかなかったので、急いで降りた名古屋に到着。と驚き交じりに状況を描写した。ニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成されるマオリオールブラックス。キャップ対象外だが、6日にトヨタスタジアムで日本と対戦する。